はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は数のの定積分と不等式の証明についてお送りしますで前回まで区分求積やりましてで次回から、えー、面積の話、まあ、面積ちょこっと話出てきましたけどそれがメインになる話が出てきて、まあ、個人的には結構積分の中でも花形みたいなところが始まるんですけどその前に結構定期テスト出やすいんですよこの問題。なのでね1本取っておきたいと思って今回この2問やっていきます。 なのでまず1回ね動画止めていただいてぜひチャレンジしてみてくださいでやってもらった後にわかんなかったり不安なところがあれば今からね自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ね声がでは早速1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますよしじゃあ行きましょうで実はねまあさっきも言ったようにこれ有名なんですけどこの問題ってつながってます 1>, 1番を証明して、それを使って2番も示していくっていう問題なんですけど、まず1番に関しては、もうね、積分とか全く関係ないんで、サクサクいきます。この範囲の時ね、x が0以上、1以下の時に、こいつら示すでと言ってるので、3つある時はね、右2つセット、まずこいつを示して、左2つセットを示して、全体を示すっていう、まあ有名な流れですよね。なんでまず右2つからいきましょう。大きい方から小さい方を引くと。 つまり大きい方から小さい方1ス x 乗を引きますと。でこれ x4 乗残るんですよね。でこれは x の範囲どうのこうのじゃなくて偶数乗になってるから絶対0以上なわけですよ負にはならんと。だからこれが言えたことによって大きい方から小さい方で0以上が示せたから1ス x 乗より1のがまあこれが言えたわけだ。 これを示したからねで同じように左2つこの関係もいきます大きい方から、えー、小さい方を引いていきますとでこれちょっと一回まとめると、まあ、こうなるんですよね -x+x になるので x 乗でくくりますくく、えー、るとちょっと中の順番入れ替えますけど 1-x になりますと。 でこいいいつが同じよように0以上って言いたいんですよ、ね、で、すねここで大事なのがこっちはこれが大事。えー、ここでまあ、書き方はね何でもいいです何でもいいっつうか違くてもいいですけどこれが効いてきます。x は0以上1以下なのでまあ x 乗に関してはねこれは偶数上なんで同じく0以上確定してるんですけどこっちです。1-x2 乗も 0以上が確定しますなぜなら、えっと、1で止まるからね2とか3にはならないのでもし3とかになってしまうとににななるから負になっちゃうんですよねでもマックスでも、x、は1で止まってくれるからマイナスが勝つことはないんだよね。だから0以上が確定するので、えー、0以上かける ×0 以上つまり正と正をかけている状態だからよって x を2乗。 1マイナス x 乗も0以上が確定しますと一応つなげよっかさっきの1番とあここじゃないね確定したのでえっ、ー、とこの関係か1マイナス x2 乗小なりイコール1マイナス x4 乗がわかりましたと下はちょっと微妙だねなのでまあ1と2をつなげて 今言いたたかったちょっと2番のことを考えて詰めてますけどごめんなさいね。これとねこれをつなげればこの関係になるからこれで終了と。たまにねこことここやらないんですかって言われることがあるんですけどここが大小関係が分かってこっちのがちっちゃいが分かってここの大小関係でこっちがちっちゃいって分かっちゃえばここはやる必要はないからねこの2箇所を調べれば OK となります。まあこんな感じ ででまあ主役は2番ですねそれを使ってこいつを使ってこれを示していきますじゃあどうやっていくかっていうとまあ問題が特徴的で真ん中見るとね 1−x4 乗まあルートに入ってますけど同じ形がありますとだからこのまんまい,いこれです3つセットの状態でここに近づけていきます でまずルートがくっついてるから全体にルートをくっつけましょうとここにねルートをくっつけたいんですけど一応全部が正であることは言えなきゃいけないので一番ちっちゃいやつ 1-x2 乗こいつ正ですよね、まあ、この区間だからこの範囲だからねこいつが正こいつが正って、まあ、正ゼ0以上かだからもちろんこいつらも0以上確定してるので、まあ、全体は0以上だからルートをつけても大丈夫だから まず全体にルートをつけます。1マイナス x4 乗で最後のルート1はまあ1だからね。ちょっと番号つけます。こうしておきましょう。あ、近づいてきたね。で、まあインテグラルをここからつけるわけです。あと01インテグラルつければさ、ここ真ん中その形になるからね。ただしポイントはここですね。不等号を見ると、小なりイコールが 小ななりになってますこっちもそうですけどイコール外れてるんですよね。ここで一つ大事なことが入ります。まあ書き方は任せますけど、まあ、こんな感じただしここも大なりあイコール外れます、えー、0より大きくて1より小さいこの時1は、えー、統合が 成り立たないので、まあ、こんな感じの一言を書きましょういいかな？この区間では統合は成り立たないので先ちょっと書きますね成り立たないので何かっていうとインテグラル01を全体に dx つけた時にイコールが外れます 011-x4 乗 dx イ,ンテえー、とイコール外れてこれは DX かこうだねこうなりますよってここで外れるんですイコールがでこれ何言ってるかっていうとまずそのねイコール外した区間ではこいつの統合成り立ちません0を代入した時はとあと1を代入した時はここ0でねイコール成り立つ統合が成り立つ瞬間ができるんですけど二分の1とか1 3分の1を代入した時って統合成り立たないんですよどこもね成り立たないで 今、このインテグラルっていうのは面積ですよね。これ、もし、イコールつけちゃうと、面積が01区間で、この01でね、積分してるから、01区間で、どこでも一致しますよ、ってなっちゃうの。インテグラルをつけた時に、イコールがつく場合っていうのは、中の fx のね、この関数が全く同じ時です。でも、そうじゃない。0から1の範囲では、統合が成り立たない瞬間があるから、面積同じとは書けないんです。だから、イコールが外れます。 いいいかなっていうので一言入れててイコールを外してくださいであとは真ん中はね欲しかったこれになってるのであと左側が4分の π、まあ、右側が1ってなることを示せばあとは OK ですでちょっと楽なんでこっちからいきますねえここでまあインテフズこれは一応やろうかえー、積分するとねこうなるので1とでこいつですあこれこいつですね でこれは有名な形なので後で説明しますけどあれを使えばすぐ終わります本当は技を使えばね終わるんですけど一回やりましょうで、えー、どうやるかっていうとまあ2分の1乗ってね <laughs> ちゃうちゃうちゃうごめんこれサインだわこれねこれはい部分でゃうと置換積分だこの形きたら x イコールサインまあシータにしとこうかと置きます 置いて入るかなな微妙だなまず全体を x じゃねえやシータでんいいんだねシータで微分すると dxdθ=cosθ になります。なんでまあ dθ こっちに持ってきてこうなるとであともう一個がここはあれで使いたいなえ区間変わりますね。X、は0から1でした。 で、えーっと X、が0つまり sin が0になる時なので同じく0。sin が1になるのは θ、えー、が2分の π の時となるのでであとこの部分中に1マイナス sin 二乗 θ こうですね。でこれは c o s 二乗シ乗 θ と一致しておりますと。で今それにルートがついてるからルートがつきます。でルート2乗なんでルートが外れて cosθ が出てきますっていう感じね。 つまり、えー、これ置換積分すると、インテグラルゼロから二分のパイの今もともとがコサインシータに変わりました dx のとこにこいつを入れるからコサインがもう一個くるんでコサイン二乗シータになります。コサイン二乗シータで d シータですね。でコサイン二乗のえっ、ー、と積分は置き換えですね。コサイン二乗を二分の一プラス、えー、コサイン二シータ。一応書いておこうか。 ここれれでですすね使って置き換えてちょっともうね番書の書くとこねえわでこいつを積分すると二分の 1θ プラスコサインは積分するとサインになりますだからサイン i シータに変わるんですけど、えー、2がくっついてるんで分の一が余計に出てくるから四分の1ン二シー θ と。 こうなりますすらない <laughs> キャーだな <laughs> 頑張りますまず2分の π 入れるとここが4分の π でここが sinπ なるけ sinπ0 ですね0でで0入れた時0で sin0 も0だから4分の π だけが残るっていうことで答えは4分の π 答えはとかあれだね4分になりましたと。だから、えー、こいつがえー、っとどこだ どこだこいつだこいつが1になってこいつが4分の π になることを示せたのであっちこっちすいませんえ。以上より言いたかった4分の π インテグラル0 1 1 x の4乗 dx 小なり1とこれが言えましたと。 いいかなこんな感じでやってください。はあ入んなくなっちゃった。<laughs> まあちょっとでもそれ説明したいんでね最後、えっと、おまけというかさっき言ったね、まあ、これをこれ有名な形なんですよ有名な形なんでそれ説明して終わりたいと思いますちょっと右上消しましょう。でもちろんね知ってる方はあのここスキップしてもらって構わないんですがえ何かっていうとですね、まあ、形的によく出てくるのは赤にしてあれですよう加工。 えー、0から a の a の2乗、x、のの乗乗 -x dx ってやつですで今はここが1なんですよね1で1の2乗だからまあなってますねこの形になってるとでこいつ何表してるかっていうと円です。円。半径 A の円を表していてでそれのこのルートのねルート a ス x 乗はどこかっていうと円の上側です。 正の部分ここだけを表してますこいつでこいつの0から a の範囲で積分してるからどこの面積かっていうと第一証言のここですいいかなこいつが半径 a の円の上側を表していてで0から a の積分してるからそこの面積どこっていうと第一円のだから第一証言まあピザとかねホールケーキの右上の部分だけですっていうのが分かると半径 a なんですよ 今で言うと半径1なんですよ。半径1の円って半径かける半径かける π だから1かける1かける π でしょつまり π なんですわ。でしょそれを4分の1してます。4分の1。だから π かける4分の1なので4分の π っていうね。まあ、早いっすわ <laughs>。これ有名なんですよね。すごく。だからまあこれを半径 A で言うと、えっ、ー、と A2 乗 π かける 4分の1、まあ、4分の a2π ですね。が一応公式に公式というか技にはなるんですがちょっと切れてるかもしれないけど一応書いとこうかこんな感じね、まあ、これはぜひ覚えといてくださいまあ実は今までの動画でねどこだっけなえっ、ー、と偶関数とかのとこかなまあこれ使えた場面あったんですけどまあちょっとねそこはスルーして今回ここで出させてもらいましたただ途中式を書くときはまあこっちの方が安全かなと思いますただ説明してねこれは、えー、と円。 半径1の円の、えっと、第一象限の部分なのでって書けば、まあ、それ分かってる上で書くか別にいいと思うんですよねだからここの置換積分をしなくてもこうやって導き出すことはできますので、まあ、是非ねこいつもセットで今回覚えておいてもらえたらと思います。 ではちょっとね、ぐちゃぐちゃしちゃって申し訳なかったんですが、今回は定積分と不等式の証明をやらせていただきました。で、最初にも話したように、次からね、積分の面積っていう、まあ個人的に結構花形だと思ってる部分が始まっていきますので、よかったらね、そちらの方も見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。